ここでクイズ、これは何の電流波形でしょうか。予想をコメント欄に書いてください。はい、ということで今日は電化製品の電流波形を測定していきたいと思います。電流波形はこちらの電流プローブで測定します。そしてその波形をオシロスコープに表示させます。こちらの電流プローブ、 Amazon で2万円くらいで購入したものです。気が向いたらそのうちレビューでもしようと思います。測定方法なんですけど、このように電流が流れている導線を挟み込むだけで測定できます。こちらの電流プローブ、ホールセンサー式なので直流と交流の両方を測定できます。交流の場合、周波数は 100kHz くらいまで帯域があるようなので、今回の商用周波数 50Hz の測定には十分なスペックを持っています。ということで早速測定していきたいと思います。まずこちらのトースターの電流波形を見ていきたいと思います。トースターの動作なんですけども、電気エネルギーを熱エネルギーに変換します。なので基本的には抵抗負荷と同じような動きをします。なので電流波形は基本的には電源波形と同じ制限波になるはずです。こちら黄色の波形が電圧波形、コンセントから来ている電圧そのままです。そして水色の波形がこちら電流波形になります。電圧波形が綺麗な制限波状ではなくて少し歪んでいるのはとりあえず置いときます。電流波形なんですけども、電圧波形と同じような波形になっています。動作時の電流は 10A 流れています。消費電力は電圧×電流×力率で表されます。今回の場合単純な抵抗負荷ですので、コサインシータ力率は1になります。なのでトースターの消費電力は約 1000W になります。かなりの大ぐらいです。ここで抵抗負荷について一つ面白い現象があります。トースターをつけた直後、電流は 10A 流れています。しかし時間が経過していくと電流の値はどんどん減少していきます。なぜ電流値が減少したかなんですけども、これはオーブンの中で赤く光っているヒーターの抵抗値が上昇したためです。金属は温度が高くなるほど電流を通しにくくなります。つまり抵抗値が上昇します。温度に対する抵抗値の上昇の度合いというのは抵抗率の温度係数と呼ばれます。ヒーターとして使われるニクロム線の温度係数は十分に低いんですけども、それでもこのように影響は出てしまいます。次にこちらドライヤーの電流波形を見ていきたいと思います。こちらのドライヤーも基本的には電気エネルギーを熱エネルギーに変換します。なので電流波形も綺麗だと予想できます。ドライヤーの動作モードなんですけども、セット、ドライ、ターボの3種類があります。セットが一番弱くてターボが一番強いです。まずセットで試します。どういう波形になるか想像してなかったんですけども、このような半波整流の波形になりました。電圧がプラスの期間は電流が流れて、電圧がマイナスの期間は電流は流れていません。電流が流れない期間を入れることによって、吹き出し口から出てくる温度を低く制御しているんだと思います。次にドライモードです。ドライモードだと全ての期間で電流が流れるようになりました。ヒーターの発熱量も増えて、そして吹き出し口から出てくる風量も増えます。これで髪が早く乾くわけです。分解はしていないので回路の詳細は分かりませんが、このような構成になっていると思います。セットの時はダイオードを通じて半波整流回路に、ドライの時はモーターとヒーターに直接電源が接続されます。ターボの状態は分かりません。よく見てる人なら気づいたと思うんですけども、ドライヤーを使い始めると電源の電圧が少しだけ低下します。これは家のコンセントに来るまでのもろもろの配線の抵抗が原因で電圧効果を起こします。実際ドライヤー使っている時にちょっと電気暗くなるなーって時があると思うんですけども、これが原因です。ドライヤーを使い始める前は 101V ある電圧が、使い始めると 97V、 そしてドライモードに使うと 94V まで低下します。もちろんドライヤー以外の大電力を消費する電化製品を使っても同じような現象が起こります。
次に LED 電球の電流波形を見ていきたいと思います。日立製とアイリスオーヤマ製で電流波形は違うかなと思ったんですけども、一緒でした。ちなみにこちらの LED 電球、撮影セットを上から照らすように使っているものです。こちらが電流波形です。先ほどまでの抵抗負荷とは違って、一瞬だけ電流が流れるような波形になります。こちらの電流波形、コンデンサインプット型の整流器を使った時に見られる典型的な電流波形になります。コンデンサインプット型の整流器については前回の動画で解説しています。興味のある人は見てください。さっき電圧波形が歪んでるって言ったと思うんですけども、多分コンデンサインプット型の電流が原因で電圧波形が歪んでるんですね。後で動画の中でも出てくるんですけども、コンデンサインプット型の整流器を使ってる電化製品って山ほどあるんですね。コンデンサインプット型の整流器を使うと電流の流れ始めるタイミングっていうのはだいたい一緒になります。これが原因で電源電圧の波形の特定の箇所だけが歪むようになります。次は蛍光灯です。最近は LED 照明に駆逐されてきたのか、見る機会も少なくなってきました。こちらが電流波形です。5時の高調波が乗ったような電流波形になっています。先ほどまでの電流波形と少し違うことがあります。それは何かというと、基本波の力率が少しだけ悪くなっています。遅れ力率になっていますので、電流波形は電圧波形に対して少しだけ位相が遅れているような波形になります。電流が遅れる理由なんですけども、こちらの蛍光灯用の安定器が原因です。安定器というのはつまりインダクターです。蛍光灯は放電現象を利用したランプなんですけども、こちらの安定器がないと放電現象が強くなりすぎてランプが壊れてしまいます。なのでこの安定器が必要なんです。次はこちらスマートフォンの充電器です。ファーウェイ製の充電器、出力電圧は 5V か 9V、 クイックチャージに対応しています。接続してから数秒間少しだけ電流が流れて、そしてその後に本充電が開始されます。電流波形はコンデンサインプット型の整流器の波形となってます。ちなみにモバイルバッテリーもほぼほぼ同じような電流波形になります。お次は電気絨毯です。こちらも熱機器なので基本的には電流波形も綺麗になると思います。こちらが電流波形です。電源電圧と同じ制限波状になっています。温度調整を変えてみても電流波形は変わりませんでした。中でサイリスタとか使って制御していると予想してたんですけども、その予想は外れました。ではどうやって温度制御をしているかなんですけども、単純にサーモスタットで制御しているようでした。このカチカチ音がそうです。次は電子レンジです。こちらの三菱製の電子レンジ、消費電力は 950W、 高周波出力は 500W です。製造年月日は1987年、驚きの33年前です。回路自体が非常にシンプルなのが壊れない理由だと思います。こちらが電流波形です。途中で電流の波形が変わります。最初の3秒間は仮想度の予熱時間です。高圧トランスの虹側はフィラメントにつながってます。フィラメントが仮想度を加熱すると電子の放出が始まります。その後共振が始まると電流の波形が変わります。というわけで冒頭のクイズの正解は電子レンジでした。次に生もの解凍モードを使ってみたいと思います。このモードだと弱い加熱ができるんですけども、じゃあどうやって弱い加熱をしているかっていうと、マグネトロンの出力を落とすとかそういった高度な制御はしてないで、マグネトロンをただ単純にオンオフ制御することによって平均的な電力を落とすということをしています。次は冷蔵庫です。確か3年くらい前に購入したやつだと思います。こちらが電流波形です。特に面白みのない波形だと思います。ただコメントするとすれば、電流の力率は遅れています。これはコンプレッサーを回すためにモーターを使っているからです。モーターというのは基本的にインダクターみたいなもので、
そこに電流を流すと電流の位相というのは電源に対して少しだけ遅れます。一つ予想外だったんですけども、冷蔵庫って意外と消費電力高いんですね。フルパワーで動いているときは電流が8アンペアくらい流れてるんですね。力率を考慮してもだいたい500から600ワットくらいの電力を消費してます。もちろん常にフルパワーで動いているわけではありませんけど。次は掃除機です。結構綺麗な電流波形が流れるんじゃないかと予測してました。想像していた波形とは少し違いました。電源電圧のピーク付近から電流が立ち上がるような波形になっていました。この波形となる理由を調査してみたんですけども、どうやらトライアックを使って位相制御しているようでした。こちらの特許で確認することができます。次はノートパソコンとデスクトップパソコンを見ていきたいと思います。ノートパソコン自体は電源は持ってなくて、実際にはこちらの AC アダプターの電流を見ることになります。定格 20V 3.25A 出力なので、65W プラス損失の電力を消費することになります。こちらが電流波形になります。コンデンサインプット型の波形です。またかといった感じです。他の AC アダプターについても違いがあるか見ていきたいと思います。こちらは富士通製の AC アダプターです。供給できる電力はマックスで 80W です。適当な負荷をつないで電流を測定します。さっきとは電流の波形が少しだけ違います。これはおそらく中に PFC 回路、力率改善回路が入っているからだと思います。ノートパソコンに電力を供給する AC アダプター、実は中身はスイッチング電源と同じです。こちらのスイッチング電源は 150W 供給できます。こちらの電流波形を見ていきたいと思います。これは電流波形です。PFC 回路が働くことによって電流の力率は良くなっています。大電力のスイッチング電源には必ず PFC 回路が入っています。これはデスクトップパソコンです。電源は 650W まで供給できます。先ほども言った通り大電力のスイッチング電源なので PFC 回路が働いています。先ほどのスイッチング電源よりかは綺麗ではないですけど。最後に一つだけ測ってみたいものがあります。それはブレーカーの電流波形です。家中にある電化製品の電流波形の輪がここで見れるわけですね。今回は3本あるうちの赤色の線の電流波形を見てみたいと思います。こちらが電流波形です。位相は少しだけ遅れてますね。多分モーターかなんかの誘導性負荷がつながってるんだと思います。電流のピーク値付近で少しだけボコって飛び出てるところがあるんですけど、それは多分スイッチング電源の仕業だと思います。はい、というわけで電化製品の電流波形を見てきました。個人的には電子レンジの電流波形が一番興味深かったです。途中で電流波形が変わるのが面白かった。ということで今日の動画はおしまいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。